発行されていた日刊新聞。明治時代から昭和時代にかけて発行。大正政変の頃には政府よりの記事が多かったことから26、新報社本社が襲撃を受けた。1893年に秋山定介が中心となって創刊。しかし早々に資金難に陥り1895年に休刊に追い込まれる。スポンサーを確保し、 1900年に復刊するものの、長期連載の形で、企業や個人を攻撃する記事、時には政府を指断する記事を掲載したことから、しばしば発行禁止処分を受けた。こうした、編集姿勢から、いわゆる、一流紙扱いされることは少なく、同時代の一万兆法と並んで代表的な、大衆紙として扱われた。新たな読者層の開拓を目指して、幾度か、 東京26新聞、世界新聞などに、氏名変更を行うが、いずれも失敗し、元の26新報へ氏名を戻している。社長や編集者などには、当時の日本を代表する早々たる知識人が並ぶが、社内での勢力争いや、部数の売上げの低迷などが重なり、昭和時代に入ると、時期に応じて、編集方針に違いが目立ち始める。 それでもなお発行は続けられたが、1940年9月、内閣情報局が主導した、新聞業界の新聞統制によって、同じ東京に本社を置く、日韓工業新聞社と合併させられ、廃刊となった。その日韓工業新聞も2年後の1942年に、中外商業新報社と再度合併させられて、 軍事工業新聞となり、26新報をはじめとする、日合併市の系譜は、完全に失われた。総刊から、東京26新聞までの時期については、復刻版が1992年から1994年に、富士出版より刊行されている。東京26新聞への解題は、1904年に、起こった、秋山定介のスパイ疑惑による、 衆議院議員辞職が原因であり、1909年に秋山が復帰するとともに、26新法にまた、題している。国立国会図書館サーチによる。ありがとうございます。